はい、よろしくお願いします。今回の、パーティーのテーマはサトシくんです。あのですね、アニメのあのサトシの手持ちが結構ガチパーティーだっていう話を、まあネットだったかなで見まして、揃えてみました。でアニメもねちょろっと見てみたんですが、カロスリーグかな、すごい戦いが繰り広げられていたんでびっくりはしました。でそうですね、さっきこのパーティー使って戦ってみたんですが、バンギラスに3立てされまして、今ショックです結構ショック受けてます。でそうだな、うちのパーティー電気に弱くない？これサトシ君これどうやって勝ったのどうやってあの子準優勝したの？恐ろしいな。どうしようかな。こう結構がしょってって来られたらめんどくさそうなんで、ヌメちゃん最初に出して、ソルガリオってタイプなんだっけ、もう覚えてないや。そういかんせんね、サトシ月光河を連れていくことができないんですよね。あの特殊ポケモンに入っちゃうんで、なのでちょっとそこがめんどくさいんですが、月光河、どうしようかな、何がいいかな。誰連れてこ、誰でもいいっちゃ誰でもいいんですが、おんちゃん連れてくか、ちょっと不安だからね。さあ行きましょうか。今度はサンタでされないといいんですが、もうねあまりにもショックでね、途中から喋るのやめたからね。地震でね、見事にうちのね月光河とピカチュウとヌメルゴンが一撃で殺されるっていうね、なんとも悲しいねバトルをしてしまったんで帰ってきました。さあ行こう。ソルガリオ来た。さあヌメちゃんよろしく。さすがにね特殊ポケモンありになってくるとねちょっとめんどくさいよな。ソルガリオってなんだっけ、エスパー鋼か。じゃあ燃やすか。ギガインパクト、向こうのが早いな。んーって言ってもまあそっか、ヌメちゃんじゃ遅いよな。マジか、ヌメルゴンの火力でこれか。ちょっと待ってね、ギガインパクトって何、すいませんね相変わらず知識はなくて本当に。ギガインパクト、ちょっと調べる時間がないな。どうしようかな、しょうがないここはもう知識がなさすぎて。ごめん今見てなかった、外したのかな攻撃を。オッケーオッケー、ラッキーラッキー、いいね。あ、反動で動けないとかそんな感じちょっと待って、今調べる。ギガインパクト、ギガインパクトってなんだ。物理で威力150万あんのこれ、すごいね。で次のターン動けないんだって、反動か。破壊光線的な感じなのかな。あー、じゃあもう一発ギガインパクト打っちゃっておしまいかな。そっか、あ引っ込めた。ジガルデ来た。ジガルデ、ジガルデはわからんのですわ。ジガルデってなんだっけ、効果やめそっつ。タイプ何、ドラゴン地面か。どうだろう、一発流星君ぶっ放しますか。ジガルデって早いの、あ早い、向こうの方が早いな。なるほど、ジガルデね。じゃあここは月光河を出して霊火で落ちんでもらいましょうか。とは言ってもソルガリオが後ろにいるんであれば変えてくる可能性もありますが、まあここはいいでしょう、霊火でいいでしょう、とりあえずは。はいー、よしナイス、いいぞ。さあ来たぜ。これ水手裏剣が強くなるらしいんですけど、俺忘れさせたっていうね覚えさせてません。まあ動きがすごい速くなった、ちょっと大きくなるのかな。あんまり月光河ってね使わないからわかんないんですけど、てか俺今これが初めてなんですけどね、月光河使うの。ドンドンを出してきた。ソラビか、メガシンカシーのソラビっていう可能性を昔見たことがあるんで、ここはどうしようかな、ドロポンで一発逆転を狙うか。
あーでもどうだろう、こっちのリザードンだと S が上がるのかな。うん、左でストラビっていう可能性でしょう。見たことあります。よし、いいぞ当てろ、いいぞいいぞ、おりゃ、いやー残ったああやられた。落とせるかなと思ったんだけど、ドロポンじゃ落とせないか。いかんせんこの月光河は源泉ができてないんですよね。いやー、うん、何も考えずに体験版から連れてきてしまったんで残念ではありましたが、じゃあここはなんとかね、オンバーンの力を借りるしかない。ドラゴン対決だって言ってもどうだろう、激似とか覚えてんのかな。ちょっともうここはバック音波でね倒すしかないですね。あらよっと、オッケーオッケー、まあ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 、まあ、でラストソルガレオか。どうしますかね、ソルガレオは。って言ってもソルガレオもだいぶ削ったよね俺。そうだよね、だいぶ削ってるんで、あれなんだっけタイプ、アイスパー剥がれね。もう忘れるわこんなの。じゃあもうここは流星群ぶっ放すしかないでしょ。決めてくれオンちゃん、ヒューヒューヒューメテオ、おーしオッケー、なんとか勝てました。よかったよかった、オッケー、よかった。やっぱ怖いね伝説がいると。なんとかね月光がお見せできました。お願いします。さて、ミュウツーがいるよ。ミュウツーがオメガルビアの時とかもね対戦したことありますけど、あれアルセウスだっけ。うわもう全然わかんねえ。唯一普通なのがプテラとハッサムっていうね、タイプが全然思い出せませんが、どうしようかねこれは。やはり月光川連れて行きたいかな、このパーティーだと。めんどくさいのはやはりハッサムでしょうか。ファイアローになんとかしてもらおうか。で、そうだな。そうだな、そうだな。ピカピーは連れていかないな。ピカピー出したいんだけどね。じゃあ、ここは月光河の、ファイアロー、どうすっかな。ファイアローでいっか。ファイアローの、まあね、メルゴンでも、ハッサムなんとかできるっちゃできるけど、ルチャブル。ルチャブル連れてく？ルチャブルか。どうすっかな。いやー、ここはヌメルゴンかな。安定のね。行きましょう。さあ、行こうぜ。すごいな。このパーティーで準優勝できる気がしないんだけど。なんか明らかにね、ピカチュウのね、声をしたトレーナーと戦ってましたよ。なんだっけな、なんとかくんと戦ってた。さあ行こう。月光が。ミュウツー来た！しょっぱなミュウツー。来たぜ、ミュウツー。さて。ミュウツーは一回しか退治したことがないんですが、その時にはメガ進化してましたね。影打ちでどんぐらい入るかね。とりあえず打たないよりはマシだろ。変えてくるかな。いや、変えてこない。鍵打ち。メガ進化もしてきません。さすがね、硬いね。おお持ってる。雷パンチ持ってる。どうすっかね。ここは、いやー、ミュウツー重くないだろう。待って、今重さを調べようか。ミュウツーってどんぐらいあるの重さ。ミュウツー。って言っても、草結びの威力だからな、たかが知れてるよな。ミュウツー、ミュウツー。あ、でも122キロあるな。結構重いね。使ってみるか。ちょっと興味本位で使ってみたい。向こうのが、マジか！同速かい！いや、違うな。多分、向こうのが早いんだろうな。純粋にこっちの方が遅いんでしょ。鍵打ちぶっ放してたから、さっきはね、先手取れたけど。マジでか。勝ってると思った。どうするかな。雷パンチとドレインパンチなんで、ここはヌメルゴンにお願いするしかないかな。
ハイヤローじゃきついよね。出してトンボ返りする？何なんだよって感じたけど。いやでも多分向こうの方が早いと思うので、ここはヌメルゴンでなんとか耐久でね、頑張ってもらうしかない。って言っても向こうも特防高えだろうからな。倒せるかな。そもそもミュウツーが倒せるかどうかだよね。どうすっかな。毒狙うか。冷パンも持ってんのかい。あちゃー、すごいな、エビワラみたいなやつだな。はい、毒、よし、ナイス、いいぞ。一応一通りは持ってるんだね。で、待ってね、冷パンで今100、あ、でも100食らってんのか、102食らってんな。じゃあきついかな、乱数を信じるしかありませんが。んっていうか、乱数だっけ、レイパンって。わかんないけど。いやー、ミュウツーはやっぱ強えな。さて。じゃあ頼むぜ、ファイアロー。ファイアロー3盾いけるか？さて。Z パワーは、そうだよね。飛行だもんね。どっちがいいかな？飛行で落とすか？でもダメージが怖いよな。トンボ返りで落ちんのか？トンボ返りで70か。70か。まあ、毒もあるんで大丈夫だと思いますが。いけ！よし、OKOKOK。いいよ。とりあえずミュウツー落としました。うわー、ミュウツー倒すのに3体かかんのかよ。アニメだとあれだよね、サカキが使ってたよね。あれ確か開発中のミュウツーだよね。ハッサム来た。よくハッサムも出したもんだ。なんか持ってるんでしょうか。ここはまあドライブで落とすしかありませんが、なんだろうね、メガシンか。もうハッサムっていうとメガ進化してからのね、トンボ返りか、あれだよね、バレパンのイメージしかないんですが。オッケー、いいぞ。いいぜ、ファイアロー。結構入るけどね、こっちも。結構入ったな。60近く入っちゃうんだ。ジガルデー。これどうするよ。ジガルデどうする？エッジとか持ってるんだろうか。積んでる余裕あるかな。積んでからの Z パワーって行きたいんですけど、どう。これ果たして、Z パワーで勢いよく飛び上がり相手に向かって全力で落下。元になった技で威力が変わる。ブレバですよね。使ってみっか。一か八か。一撃で落とせるか分かんないけど。神速。よし。よく耐えた。行くぜ。お、かわいい。かわいい。一か八かの賭けです。頼むぜ、ファイアロー。行ってくれ。ファイナルダイブクラッシュ。初めて使うけどね。飛んだ。おーおー、かっちょいい。あーいやー、何これ。あ、おー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 、何、うおー出た。いやー、恐ろしいで、これどうすりゃいいんだよ。やっぱ一回積んだところでな、 S 負けてるしな。まあ、ブレバ打つしかありません。もうここはすげえ、なんか出てきたデジモン見て、あー今更遅いよ。やっぱ勝てないか。ミュウツーでちょっと苦戦したのが痛かったかな。残念。まあ、普通に考えてね、特殊ポケモンありっていう時点で結構きついんだけどね。それ用の対策をしてないからね。
はい、お願いします。お、意外と特殊ポケモンがいない。おう、なんかもう何してくるかよくわかんないパーティーですね。メタモンとかね。さあ、変わり者のメタモンなんでしょうか。早いな、決めんのね。どうしよっかな。どうしましょうね。いかんせんね、うちは地震をぶっ放せる奴がいないので、ちょっとね、コケコが来るとめんどくさいんですが、ここはどうしましょう。月光が連れてきたいね、やっぱり。コケコは怖いところはありますが。まさかのピカチュウ VS ミミッキュってことができるかもしれませんね。月光が、どうしようかな。ルチャブル連れてってみよっか。使ってないからね、かわいそうだね、連れてってあげないとね。で、ピカピーも連れてってあげないといけないので、じゃあピカピーの、ちょっと怖いけどね、月光がのルチャブルでいこうか。使ってみよう。さ、お願いします。帽子オソロだ。なかなか日本勢の方々とお会いできないんですが、さすがね、日本人は皆さん、あれですかね、特殊なポケモンを使わない派なんですかね。もう俺もそうなんだけど。さあ行くぜ。頼むぜ。メテノン。さあ、相性はまあ、最悪といったところでしょうか。って言っても、こいつは何をしてくるんですかね。いつもね、出てきても一撃で倒してた覚えがあるんで。微妙な部分はありますが、まあ、ここはボルテッカーより、どうだろうな。ワイルドボルトで十分かな。まあ、ここは様子見という部分も、込めて。はいー。タスキね。殻破っちゃう。さ、破ってきたところでだ。出ました、ゴールド。さて、変えてきたとしても、こいつを取っとく理由がないでしょう。石化でいいと思います。さあさあさあ、よし、OK。これでまず一体落としましょう。OK。よくやったぜ、ピカチュウ。こうやって見ると結構ピカチュウでかいな。きた、ミミッキュ、まさかの夢の対決で。ここは、まあ、スリっちゃいましょう。待ってくれ。すごい、怨念がこもってますね。あのピカチュウをぶっ倒してやるぞという怨念が感じられますが。とりあえず麻痺効果も狙ってスリっちゃいます。で、化けの皮も剥がす。さて、S で負けてますな。でも、ミミッキュに地面技はないと思うんで、一発は耐えてくれると思うんだよな、うちのピカピーも。で、ボルテッカーで一気に決めましょう。鍵打ち。さあ、どんぐらい入る？あー、意外と入る。意外と入ったな。これは、ちょっと。これは、ちょいとミスでしたな。そしたら、まあ、普通に考えて月光か。ちょっと舐めてかかってしまいました。一発は耐えてくれるかなと思ったんだけどな。待ってるだけあったな。で、影打ち勝負ならこっちが勝つと思いたいんですが、影打ち一発で落とせるかどうかだね。向こう積んでるしね。ついと思うんだな。ほら、硬い、硬いね。玉でもこれだからな。よし、ナイス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 。よし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 、いいぞ。これで向こうの鍵打ちを食らっても一発は耐えてくれると思いますんで、うちのね、月光がも鍵打ち2発で落ちるでしょう。この一発で落ちないと思うんですが、急所、
ほい。あ、よかったよかった。入った入った。オッケー。さあ、ラス1。行くぜ。オッケー。で、これでラストコケコだったら結構笑うけどな。メタも、うおー、めんどくせな来たぞ。変わり者かな？やはり、さあ。ですが、これさ、重さってどうなるんだろう？メタモンの重さのまんまなのかな？しかし、ここはもう草むすび打つしかないぞ。能力値とかもさ、変わっちゃうのかな？これって。あー、向こうの方が早い。やっぱ、同速ですかああ。マジか。メタモンね。で、最後、ルチャブル。さあ。さあ、ここはもう飛び膝をぶっ放すしかありません。草結び、耐えてくれるはず。あれかな？スカーフかな？こいつ。だったらちょうどよかったかもしれん。決めてくれ、ルチャブル！ほら！ナイス！ナイス、ルチャブル。いいね。ありがとうございました。よかったよかった。ピカチュウが意外と活躍してくれましたね。オッケー。さ、お願いします。なんかそんなにね、特殊なポケモンっていう感じのポケモンが出てきませんが。さて、またマリルイか。またか。さて、カイリュウもいます。カイリュウか、体重はあんまりしてませんが。まあ月光が出したいです。で、月光が、オンちゃんの方がいいかな。ヌメルゴンだとどうしても S がきついので、オンちゃんの方がいいかな。初手そうだな。ピカチュウ、月光がオンバンで行ってみようか。今回は。これで行きましょう。なかなかね、ルチャブルの活躍をお見せできませんが、行きましょう。まあね、さっき飛び座使ったしね、大丈夫でしょう。あれで活躍は見せた、十分。てかね、このパーティーね、飛行が多すぎる気がするんだよね、サトシくん。ハイヨローもオンバーンも、カイリュウ初手来るかなと思ったけど、ここは月光河にするべきだったか。まあ、行ってもしょうがない。さあ、行くぜ。ピカチュウでも負けてないぜ、カイリュウに。さあ、とりあえずは弱らせましょう。さあ、可愛い対決になっちゃったな。よくこんなちっちゃい羽でこいつは飛べるよな。引っ込めた。地面はいないんで麻痺は通る。テフ。あの海流自信を持ってなかったのかな。サイコメイカー。メイカー。まず終わらせます。スリスリで結構入ったね。テテフってそんなにあれかな、耐久力ないのかな。じゃあ、ここはボルテッカーで一発で決めちゃいましょうよ。ボルテッカーチューと。オッケー。落とします。まあ、結構こっちも入りますが。ナイス、ピカチュウ。さすがね、サトシ君も使ってるだけあって。マリルリー。ピカチュウに対してマリルリーを出してきました。ちょっと怖いな。一発で落とせないっていうのが怖いんですが。助けかな。どうしようかな。腹太鼓だと思うんだけど、まさか S で負けてるってことはないと思うので、ここはボルテッカーでいっか。ちょっと怖いけどね。ほら、あ、よかったよかった。もうこういうとこね、無駄に心配性なんでね、タツキかどうか心配してしまいますが、ピカチュウすごい、サトシくんの雄たけびのように
さあ、カイリュウ。おかえり。いいね。だいぶ追い詰めましたよ。まさかピカチュウでここまで追い詰めると思ってなかったけど。よし、とりあえずカイリュウ終わらせよう。ドン。全然入んねえ。さすがカイリュウだね。炎パンチ。ギャース。炎パン。まあでもピカチュウよくやってくれました。ありがとう。2体も落としてくれると思わなかったな。パンチ系か、雷パンチ持ってるかな。しかし S で勝ってるんで、ここはうちのね、月光が霊火で落としてくれるでしょう。あー、どうもありがとうございました。いやでもピカチュウ強かったな。こんなに活躍すると思ってなかった。よく頑張りました。さすがです。